来軒の餃子好きだったろ。それから麻婆豆腐も別に安上がりにしようと思ってるわけじゃないけど、とにかく一遍さ。だけど兄ちゃん、また私のことなんやかんや。ああ、言わね言わね。二人でゆっくりできればいいんだ。2年間兄ちゃんそのことだけ楽しみにしてきたんだ。じゃあ電話くれ。あ、それからこれ取って。あ、いいからいいから、あって困るもんじゃねえだろ。じゃあな。兄ちゃん、襟立ってる。ダメじゃないか、腰が。どうした？ちょっと切っただけだよ。気つけろよ。やな。お兄ちゃん、洗濯いっぺんしに行くから。